US クルーザー級のチャンピオン、世界プロ空手協会のチャンピオン、ドン・中谷ニールセンと戦いますのは、ご存知ユーラブレックの若大将、黒髪のロベスピエンと言われます前田明であります。さあ前田明が UWF のイデオロギーの象徴とも言うべきブルーを基調といたしました、そのトレーニングウェアで入ってまいりました。違うなこと言うと思うんですよね。オリンピック3連覇っていうだけでもこれもすごく超人的な曲ですから、そういうなんていうかねこう同時代に来た自分自身を測るためにもそういう間違いのない物差しで試合をしたと感じますから、сама любит для внутреннего духа убедить себя в том, что ты правильно тренируешься и хотя бы сможешь конкурировать для начала. もうやるだけですね。どうやると。でもスライドも。それは準備してます。この1年半の、UWF の戦いが何であったかを確認するために試合に来ました。ヤギーパスが7年間やっていたらなんかリング外のねごちゃごちゃで書き回したくないんだよ。